を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。第7の宮天秤宮において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされるカミューの棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。氷河を助け出す方法はないのか。苦悩する聖夜たち。その時、突如としてシリウの死同士が所持するはずのライブラのゴールドクロスが出現した。なぜライブラのクロスが俺たちの前に。おそらく老師が氷河を救うために俺たちに下されたのだ。ありがたくお借りします、老師。ライブラのクロスは分解するとスピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トーファー、シールドがそれぞれ1対ずつ全部で12個の武器になるのだ。そして正しいことのために使うとライブラのセイントが認めた時のみ使用できる。昔からライブラのセイントがセイントの善悪を図る要の役目を持っていると言われたのはそのためでもあるのだ。よし、このソードを使わせていただきます、老師。今その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇る発想よ。やった氷河。体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。分かった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね、氷河。第8の宮伝活宮へ突入した聖夜とシリュウ。そこを守護していたのはサソリ座スコーピオンのミロだった。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリュウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい。この伝活宮まで登ってきただけでも大したものだ。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな。お前はキングナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど
所詮夢というのだ。俺たちにとって夢とは決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ貫き通すものだ。何？この結晶は？カリツォ！見ろよ、今度はお前が動けなくなる番だ。聖夜、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してからお前たちの後を追う。男の勝負に言葉は不要。我が友に念じて命だけは許してもいいぞ。はい、と。この程度の結晶で私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別聖夜たちが喧嘩つくのにおとなしくしてもらいたかった。持ってるのか。よかろう、望み通り。このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。何かしたのか。スカーレットニードルは慈悲深い技だ。こうか。よし、ダイヤモンドを脱走。選べ。どちらでもない。スカーレットニードル、氷河が目指すものは勝利のみ。たかだかブロンズ数人でゴールドセイントが守る12球を突破できると本気で思っている。できるかどうかなど最初から考えていない。いくら不可能と言われても俺のコスパでさえを可能に変えてみせる。あと終わりで駆け抜けにしよう。その様子では気は変わらない。主人によみがえらせてくれたこの命を簡単に得てやるわけにはいかん。このティグナスの闘気を受けよう。クソ、やべ、降伏がしか。完成。前、白鳥よ。オーロラサンダー、スタート。言ったはずだ。俺の闘気によって倒れてもらうと、あの子の鎖にやられるまで何となく待つわけにはいかない。ダイヤモンド脱走。うりゃー。何かしたのか。ダイヤモンド脱走。ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。まあ、この程度の闘気では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これは俺の体にスカーレットニードルでサソリ座の軌跡を。スカーレットニードルは相手の体にサソリ座の星を表す15のシンクの針を突き立てる技だ。そして最後のアンタレスを打ち込めばその相手は確実に死ぬ。ならばその前に見ろ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、ヒョウガ。君には神の気持ちがわからんのか。神は天秤級で、君の実力と決意の強さ、セブンセンシズに目覚めることができるか試したのだ。しかし君は甘さを捨てきれなかった。神は最後の情けで君を氷の棺に閉じ込めたのだ。仮死状態からいつか蘇る日も来よう。カミュー、そうだったのか。カミューに免じて命だけは助けてやる。数日もすれば再び五感も戻ってくるだろう。余計なお世話だ。見ろよ、生死を共にすると誓った友が必死に戦っている中、一人だけ生き延びて何になる。この氷河にとって今この時代に生きているということに価値があるのだ。辛くとも苦しくとも
熱い血潮を分け合った素晴らしい奴らと同じ時を歩んでいるということが喜びなのだ。ヨーナ、君はたとえ五感すべて失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。このキグナスの翼がある限り、この戦い、このミロが制してみせる。ファイト。神は命落として戦うことです。セイントとして生きた証ならば、これは氷河にとどめを刺すことでそれに応える。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。何かしたのか。オーラガンダアタック、スカーレットリードル。その程度か。ダイヤモンドダスト。氷河よ、命を助けるというのは侮辱になる。冷静堂々と戦う。何かしたのか。君の命を全力で奪う。見ろ、終わりだ。俺はたとえシスタも前に進む。アテナのため、友のために。氷河めまだ戦い続けるというのか。スカーレットニードル、これがキムナスの暴挙。失われているというのに。何かしたのか。スカーレットニードル、アンテナ。俺の体は壊れます。俺は逃げ出さない。この過酷な戦いは俺の呪われた運命を断ち切る。サンクチュアリにパリコルアコを一掃するのなら、俺は戦い続ける。何かしたのか。ヤサがあろうと俺は戦い続ける。このキングナスの翼がある限り、キングナスの放棄。オーロラサンダーアタック。ウィル、取り付け。ウィナー、男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。俺の闘気ではダメだったというのか。スカーレットニードル、アンタレス。ヒョウガ、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。俺がアンタレスを打ち込む間に、急所である15の生命点を。ゴールドクロスをまとっていなければ、絶命していたのは俺の方だった。意識を失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。ヨーナ、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。このブロンズセイントたちが守るキドサオリこそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは。今血止めの神王点をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ、君たちがどこまで行けるのか。この戦いの行方をな。